大主橋手前の石踏みは、羽田の渡し跡の日大主橋を玉川北岸から南方の下り方面を見る。左は首都高速神奈川1号横羽線の高速大主橋。大主橋は玉川に架かる橋で東京都道、神奈川県道6号東京大使横浜線を通す。名称の由来である、川崎大使は大主橋の南西約1キロメートルのところにある。同橋は、 川崎市が管理している。北側が東京都大田区羽田2丁目、南側が川崎市川崎区大市河原の1丁目で都県境にかかる。隣接して首都高速神奈川1号横羽線の高速大市橋がかかっている。大市橋の道路は南岸で高速大市橋の下を潜るが北岸で2つの橋は約170メートル離れている。これは 高速大使鏡が川に対して直角ではなく、斜めにかけられているためである。1939年に完成した大使鏡は、ゲルバー式トラス橋だが、吊り橋に似た形をしていた。橋の長さ552.18メートル。この形式の橋としては、東洋一と言われた。車道は2車線合わせて11.0メートル、両側に2.5メートルの歩道があった。 川の流れにかかる部分に二つの大きな橋脚を建て、三つのトラスを連結した。この中央部の両側は、鋼桁けた橋であった。急橋が狭く、老朽化が進んだため、1991年より、新橋への掛け替え工事が始まった。中央の両側に建てた二つの塔から左右に七本ずつ、計28本で橋桁を吊るしゃばり橋である。1997年、 愛気工事として3車線の橋が完成し、上り2車線、下り1車線として共用が始められた。2006年11月12日、通気工事としてもう1本の橋が完成し、愛気工事部分が下り線、通気工事部分が上り線として共用されている。なお、橋前後の中央分離帯設置や愛気工事部分の橋面舗装を補修するため、 交通開放は次の2段階で行われた。2006年11月12日から2007年1月末、上り3車線、下り1車線2007年2月上り3車線、下り3車線ウィキメディアコモンズには、大司教に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。